この動画が上がってる頃、僕はもうすでにこの世には、あ、間違えた。すでに0時からのアイスボーンに向けて睡眠をとっている頃でしょう。みんながこれ見てる頃は俺はもうおねんねよ。で、アイスボーンが0時からまあ発売するわけなんだけど、ちょっといろいろ話しとかなくちゃいけないなと思うことがあって、撮ってる。まず一つ目、一週間ぐらいかな、は、もうアイスボーンの投稿だけになると思う。わかんないけどね。おそらくアイスボーンの投稿だけになるかな。で、投稿数も半端じゃない。多分一週間で、25本ぐらいかなは上がると思うね。だから今実況してる、まあ、イモータルアンチェインドとか、マリオメーカーとか、なんか他にもね、俺顔出してなんか語ったりとか、顔出しながらゲームやったりとかあるけど、まあ、そこら辺はこの1週間ぐらいは、もう全部なくなって、モンハン、アイスボーンのみにもう宣伝したいから、そこだけちょっと、モンハン見てねえよって人には申し訳ない。つうか、モンハン見てねえよって人はこの動画を見てなくね。で、アイスボーンの実況形態なんだけど、今年ももちろんやります。全クエ制覇。まあ全部もうクロスの時から全てね、全クエ制覇やってきてるから。で、あれだ。ワールドの時は、マルチで、3人で、3人固定で、こう、全部初見プレイみんなで一緒にやっていこうって感じでやってたんだけど、アイスボーンでは全てソロでやろうかなと。やっぱソロを求めてる声が多いんだよね、めっちゃ。まあ俺自身も、普通に、まあマルチで初見も楽しいけど、ソロもすっげえ好きだから、まあ、フロンティアのね、初見プレイとか見てくれてる人ならわかると思うけど、俺ソロ初見マジで好きだから、まあ、この携帯かな、今回は。でもあれだね、例えば、まあプケプケアッシュがいるとするじゃん。で、プケプケアッシュを、ソロ狩りしました。まあ、その後はもうマルチで行ってもいいみたいな感じかな。だから装備作るときとかに、もしかしたらツイッターで、誰か一緒に装備作ろうぜって部屋建てるときはあるかもしれない。わかんない。もしかしたらソロで作っちゃうかもしれないし、そこら辺はちょっと、まだわかんないけど、まあ、とりあえず、一回倒しちゃったらマルチやってもいいみたいな感じかな。うん。だからまあラスボスもいるけど、もちろんラスボスもマルチで初見は行くんじゃなくて、そう、初見で、まあ、負けてもソロで勝つまではマルチには行けないみたいな。こんな感じの形態だね。まあ、みんなが望んでる、初見ソロ、討伐までは見れるから、まあこの形態でいいかなと。で、これが一番重要というか、俺が話したかったことなんだけど、ネタバレについて。ワールドの時と一緒だ。俺の場合。例えば、まだ、なんだろう。ウルクススウルクススが、いや、ボルボロスアッシュか。ボルボロスアッシュが、出るっていうのはどこにも情報出てないけど、もう、ボルボロスアッシュなんてもう既存のモンスターだから、もう全然サムネにもしちゃうし、タイトルにもしちゃう。でも、その、バゼリギウスとかゼノシーバー、ワールドで初めて出たモンスター。ワールドの時もそうだったけど、そいつらにはモザイクをかけると。多分名前はタイトルにつける。って感じかな、今回も。でね、ネタバレ嫌勢に、俺、もうマジで言っておきたいのが、YouTube マジで開かん方がいいよ。俺も、SNS と YouTube から離れようと思ってるんだけど、例えば、俺のチャンネル、モンハンチャンネルだから、モンハンチャンネルではないけど、モンハンの動画がすごい多いよね。だから、こうバーンとアイスボーンが集まってからバーンと上げるじゃん。で、まあネタバレが嫌だからチャンネル登録解除しようとか、まあ全然ありだと思うんだけど、解除したり、まあ通知オフにしたりとかあると思うんだけど、で、多分それほとんど意味ない。YouTube 見る限り。これ YouTube の AI ってマジで天才なのね。本当に天才なの。おどかは広告剥がされてぶち切れてたけど、Twitter で。本当に YouTube の AI って天才で、まあ、例えば、モンハンの動画をよく見る人だったら、もうその、ラスボスの、まあ動画とか、もうがっつり姿サムネに映ってて、ホームとか関連動画とか、もうバンバン出てくるよ。ラスボスだけじゃない。他にも、まだ未公開のモンスターとかバンバン出てくるよ。新しいモンスターとかね、新規のね、完全新規の。だから、まず本当にネタバレ嫌なやつは、YouTube と SNS、まあ SNS はそれフォローしてる人たちによると思うんだけど、マジで離れた方がいい。俺は離れる。もうツイートするのも自分のツイートだけで他のツイート見ないし、YouTube も自分の投稿するだけで、他のは見ないし、ネタバレ言いやすいはマジでここ徹底した方がいいよ。もう YouTube の通知解除もチャンネル登録解除も何の意味もない。もう、
関連動画とホームに出てくる動画でお前命奪われるぞ。まあ、全然ネタバレ気にしないっていう人はもう全然気にせず見てもいいと思う。俺はもう断捨離するよね。YouTube も SNS、Twitter だな。まあ LINE は大丈夫だな。Twitter も全部断捨離するね、俺は。まあ、そのネタバレが嫌でね、最速で進めていくってのもあるんだけど、まあ、2日ぐらいでラスボスまで行きたいかな。うん、どのぐらいのボリュームかわかんないんだけどね。ゼノシーバーの時確か2日か3日ぐらいでラスボスまで行ったんだよな。アイスボーンについてもちょっと話しておこうかな。まあ、俺が一番楽しみにしてるモンスターはラスボスで、多分ネロメールより上の、完全新規モンスターがもう一匹多分いると思うんだよ。同格ぐらいかな、同じぐらいか、上というより。で、そいつが2番目楽しみで、3番目がネロメールかな。うん、この順でやっぱ楽しみ。やっぱラスボスだよね。だって、チラ見せもなんもないじゃん。で、PV でさ、なんか大いなる存在とか呼ばれてるし、しかもあれでしょ、あのなんか地殻変動とかも起こせちゃうレベルなんでしょ。多分巨大だよね、かなり。うん、ゼロシーバーなんかよりもでかいんじゃないかなって。だって地殻変動を起こすんだよ。ゾロマグダラオスの半分ぐらいのでかさはあるんじゃないかなって思ってる。逆に一番楽しみにしてないモンスターもうブラントロスかな。俺ベータ版でもさ、もうブラントロス、まあ、1回行ったんだけど、もう1回しか行ってないんだよ。初めてベータ版来た時に1回だけ行って満足した。なんかもう、あ、こいつはいいなって。多分みんなもそうなんじゃないかな。氷剥がすまで肉質が硬いのと、なんか技がいやらしくしてストレス溜まった。ストレス溜まったんだよ。あー、こいつ1回でいいなっていう、もう初見で終わってしまったモンスターで、なんか一番序盤で戦うって辻元プロデューサーが言ってた気がすんだよね。だから、うん、まあ多分そこだけかもしれん。武器が相当ね、派生がなんか強かったりしない限りはね。あー、そうだ、言うの忘れてた。ストーリーといえば、アイスボーンじゃない、ワールドで、まあ普通に俺のデータがあって、セカンドデータで、ね、生身編っていうのがあって、まあ、そっちは今セカンド G 実況してるみたいな感じで、なんだろう、そのモンスター単品で狩りに行くんじゃなくて、まあ、装備作りの様子とかストーリーとかを全部こう見せつつやるみたいなのワールドでもやったんだけど、それもアイスボーンでもやる。ただそれはまあ半年後ぐらいかな。またね、自分が普段使わないような武器を使って、まあ、ストーリーも堪能しながらやると。なんか基本的にね、ストーリーあんま覚えられないんだよね。なんか、やっぱりもう、早くモンスター、借りたい借りたい、初見借りたいって思ってると、なんかストーリーあんま頭入ってこないんだよね。だから俺自身もそれ普通におもろいから、生身編はまあ半年後ぐらいにまたアイスボーンでも、ストーリー編、装備も作りとかも全部見せてこうやるわ。あの最近よく言われるのが 4G 実況いつなのってめっちゃ来るんだけど、 4G は、うん、前もう動画で言ったんだけど、前1年後ぐらい、うん、次のモンハン新作が発表されたぐらいでちょっと開始しようかなと思ってるけど、わかんない、もっと時期早くなるかもしんないね。まあ、いろいろとちょっとタイミングがやっぱあるから、自分の中で一番自分がやりたいモチベーション上がった時にやるわ。まあ、話したいのはこんくらいかな。もう3、4時間後には俺たちアイスボーンプレイしてるんだぜ。なんか信じられないね。もう爆上がりよ。もう過去最高の盛り上がりだからね、アイスボーン自体も。はい、ということでみんな、アイスボーンで人狩り行こうぜ。